CEU ロッパはカタルーニャ州バルセロナのグラシア地区に本拠地を置く総合スポーツクラブ。サッカーチームは1929年にリーガエスパニョーラが創設された際の10クラブの一つである。1990年代末にはコパカタルーニャで2回優勝した。2015から16シーズンはテルセラディビシオンに所属している。バスケットボールチームは スペイン最古のチームの一つであり、1922年12月8日に行われたライエタ BC との試合は、スペイン初のバスケットボールの試合とされている。1920年代には、カタルーニャ選手権で2回優勝した。CE ヨーロッパ1907年6月5日、グラシア地区の2つのクラブ、マドリードとプルベンサルの合併によって、CD エウロパが創設された。 1918から19シーズンには、サッカーチームが、カタルーニャ選手権2部で優勝。優勝プレイオフでは CE、フピテルを破り、昇格プレイオフでは、アスレティックサバデーを破った。1920年代には、FC バルセロナに次ぐカタルーニャ地方2番手のクラブとして対等。 1920から21シーズンと1921から22シーズンのカタルーニャ選手権一部で準優勝し、イングランド人のコニャーズ・キルビーに率いられた1922から23シーズンの同大会で初優勝。勝ち点ではバルセロナと同点だったが、優勝プレイオフを1から0で制した。1923年には、 各地方の優勝クラブが集まるコパデルレイに出場し、セビージャ FC やスポルティング基本を破ったが、カムダ、ラスコルツで行われた決勝で、アスレティックビルバオに0-1で敗れた。その後、キルビー監督はバルセロナの監督に転身した。1923から24シーズン、1926から27シーズン、1927から28シーズン、 1928から29シーズンのカタルーニャ選手権一部でも準優勝した。1928年にリーガエスパニョーラが創設されるとコパデルレー準優勝の経験があるエウロパはプリメーラ、ディビシオンの創設メンバーに選出された。なお、カタルーニャ地方からはバルセロナ、RCD エスパニョール、エウロパの3クラブが創設メンバーに名を連ねている。 3シーズンをプリメーラディビシオンで過ごし、1931年にセグンダディビシオン降格となった。1931年にはグラシア FC と合併し、カタルーニャ FC という名称になった。しかし合併はうまくいかず、1931から32シーズンは財政問題が理由で試合をすべて消化できなかった。テルセーラディビシオン降格となり、 1932年には CDE ウロパという名称に戻った。1950年代末から1960年代には巻き返しを見せ、テルセーラディビシオンに所属するカタルーニア州のクラブが争うモスカルドズキで2回優勝した。また、1961から62シーズンと1962から63シーズンにはテルセーラディビシオンで優勝し、 1963年に、セグンダ・ディビシオン昇格を果たした。5シーズンを、セグンダ・ディビシオンで過ごし、1968年に、テルセーラ・ディビシオン降格となった。1985年、カスティーリア語の CEE ・エウロパから、カタルーニャ語の CEE ・エウロパに名称が変更された。1997年と1998年のコパ・カタルーニャでは、 いずれの大会も決勝で FC バルセロナを破って優勝した。1997年大会時のバルセロナはボビー・ロブソン監督が率いギジェルモ・アモールやフリスト・ストイチコフなども出場したがエウロパが3から1で勝利した。1998年大会のバルセロナのメンバーはアモール、セルジ・バルフアン、イバン・デラペニャ、フェルナンド・コート、フアン・アントニオ・ピッツィ。 ミハイル・ライチハーなどだったが、ミニエスタギで行われた試合を1から1の引き分けに持ち込み、PK 戦に4から3で勝利してエウロッパが優勝した。1940年12月1日にオープンしたノー、サルダーニャをホームスタジアムとしている。7000人を収容し、そのうちの戦績席は観覧席として区別されている。ホームスタジアムのノーサルダーニャ、ありがとうございます。